回っていきましょう。はい、寄っていきましょう。ちょっとね、夜なんで控えめに行きます。はい、キューのキャー。はい、今日は久しぶりに夜企画でございます。はい、いいですね。やっぱね、夜は夏ぐらいしか盛り上がらんので、うん、まあ、ここでやっときたい夏の曲、熱帯夜やっちゃいます。いやー、ぴったりの曲なんじゃないですか。最高でしょ。ただここから江ノ島移動して、まあまだね、言うても夏ですので、まあ、バチバチの人いるんじゃないかなと思いましたよ。なるほど。世代で言うとどの辺だ。ドンピシャ俺ら世代なんじゃないか。どうなんだろう。ちょっと上な感じもするけどな。まあもう20代後半から30代ぐらいの人にはめちゃくちゃ刺さると思います。はい、じゃあなんか言いたいことある。今日はデビュー時間に行こう。一言でいこうか。ツンツンナラナラナーセグワレダラダレハッハッハッ。 TikTok かよそれ。なんか思いつかなかったらもう一回お願いします。今のが綺麗、綺麗だった。はい、ということで今日またいきましょう。せーのっと。いきます。はいよ。せーのせっ。君の胸に向けろ。ワイスピとか。そうです、はい、そうです、そうです。存じ上げてはいただいてたんですが、まあ、なかなか難しいということですね。そうっすね。いただきます。いけ。おかしくなってんだよ今日俺ら。マジで夜って面白くね。久しぶりじゃん。楽しいな。行くぜ。はい、行こう。行きます。せーの、せっ。ふぅ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 。ビジュアルよすぎ。めちゃくちゃイケメンやないかい。今アパレルやってる。はい、おはようございます。頑張ってください。はい、おはようございます。いいな。いいや、イケメンだったわ。陽気やな。アパレルやってるよって言ってたで。これあれやない。今日の江ノ島の夜はいいんじゃない。めちゃくちゃ今日のとか、お前毎日いるかのような感じ出すなよ。マジ1年ぶりだぞ俺ら。毎日いるってことにしとけよ。せやな、せやな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 。そういやさ、はい、あの新しく車の装備つけたわ。新しくつけたの。なんかやっぱ今まで散々つけてきたやん、このサンシェードやら、ね、いろいろついてますね。そうで、あの今回なんと、はい、HID 屋さんやっていうところがフォグランプを提供してくれました。おお、フォグランプ。はあ、はあはあ、とてもかっけえから、あのちゃんと設置式で純正のフォグランプ買いましたもん。これだ。おお、これすごいな。マジでハイビームぐらい明るい。え、明るい。これ車検大丈夫なんだよ。これあとね、車検取るみたいです。これで？これ車検取るみたいです。マジで明るくて、ハイビームいらんくねみたいな。車もかっこよくなるし、かつね、明るさも前面に押し出せるので、はいはい、安全性が保たれるよね。やっぱ今比較画像をさ、ここにパーン出したけどさ、この比較してもやばくない？うん、ついてない車とついてる車の差がすごくない？うん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 。とおしゃれになってかっこよくなったわ。外からも見てえな、これな、うん、せっかくだし。やばくない？ちょっとこれすごいな。あの日本製のね、LED チップ搭載で、価格もそんな高くないんよ。いや、これやばい、マジでクソ明るい。まあ、ということでね、こんだけ明るくてかっこいい車に仕上がりましたので、ただ他の商品もね、売ってるんよ。今回はフォグランプだけヘッドライトとかも販売してるし。へえ。そうそうそう。ということで、概要欄に貼っておきますので、 HID 屋さんのホームページぜひご覧ください。はい、お願いいたします。皆さん、ということで引き続き頑張りましょう。頑張ります。せーの、せーで、ドン。乗ってください。乗ってくださいよ。ありがとうございます。いきます。あよ、せーの。あなたなら私なら、うん、お前、お前鉄則を思い出せ。男女で失敗するときはなんでかわかるか。ラッキーアップルだよ。高確率でそうだ。シャンクスも言ってたぞ。大丈夫。
そういうことでね、たまにはちょっとさ、散策しようよ。散策案内してやる。ついに頭おかしくなったか。江ノ水行こうかなと思って。江ノ水な、確かに。だってさ、なんだかんだ俺ら江ノ島で活動してるわけじゃん、うん、江ノ島を紹介したことないと思うね。確かに。そろそろ車から降りて、ほぼほぼ江ノ島の人じゃないわけじゃん、見てくれてんの。まあそうだな。絶対紹介した方がいいと思って、今日は江ノ水から行きます。はい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 、はい、で、回を追うごとに本島行ってみたり、海鮮丼屋さん行ってみたり、ちょっと曖昧までこの 1,2 分を使っていろんなところを紹介していくと。確かにな、うん、魅力を紹介しきれてないような俺らな。もしかしたら俺ら横浜在住だけど江ノ島から観光大使に選ばれるかもしれんよ。そうなったらやべえな。やべえやべえ、マジ俺暴れちゃうよ。首だよな。ということでね、江ノ島のところ来ましたよ。はい、来ましたね。まだ空いてるでしょ。今何時だよ、だって11時とかだね。11時半ぐらい。空いてる空いてる空いてる、うん、これはね、今日はね、映画みたいですね。俺やっぱあれだな、ニモニモやな、ニモかイソギンチャクやな。ちょっとこの辺でチケットをまず購入しましょうか。そうですね。え、閉まってるじゃん。は、ウソ、なんで閉まってんの。いいわ、やめようか、撮影終わり、撮らないで。第1回の江ノ島ブランド旅は、江ノ島水族館をたくさん堪能していただけると思います。第2回は江ノ島の本当を探索していきたいと思いますので、こうご期待ください。ということで、続きをやっていきたいと思いますので、最後までお楽しみくださいということで、なんか、はい、また行けるぜ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 。飛んじゃってっからマジで。はい、ということでお疲れ様でした。あ、もう回ってないよ。お疲れ様でした。どうですか、今日は楽しかったんじゃないですか、結構。いやー、まあでもね、まあこの久々の夜企画にしては結構良かったんじゃないでしょうか。まあぶっちゃけさ、夏の夜の方が昼間に撮影楽じゃね、暑くねえし。確かにな。あと動きすぎないでくんないかな。あ、ごめんなさい。まあでも寝たいや、本当に良かったです。はい、まあもう1回2回ぐらいはちょっと夜企画でやりたいかな。まあやりたいな。うん、あ、そういうことでね、議会の、あ、議会のじゃねえ。はい、ということで、ね、次回もお楽しみください。せーの、アディオース。アディオース。